こいつが足に刺さったらイテテテーとなりそうですね。とんがったモニュメントのあるここは今治市大西町星の浦海岸です。こんにちは、島並みひよりです。いつも見ていただきありがとうございます。2022年4月20日です。時刻は午後4時半ぐらいです。はここの藤棚は結構低くて撮影にはありがたいです。夕日に照らされた藤の花を撮っています。綺麗な薄紫色です。上の方はあんまり咲いていませんが、青空がきれいに見えています。こちら側は夕日が当たらない影のところです。暗いところでは藤の花の紫色がどんな感じになるかと興味を持って撮っています。夕日が当たっている方が色が鮮やかに見えますね。短い時間ではありますが、夕映えと藤の花をご覧いただきたいと思っています。藤棚の下は休憩所になっていますね。お遍路さんの荷物が置かれています。ここから星の浦海岸の方に出ていきます。ちょうどお遍路さんがいらっしゃいました。ずっと歩いてらっしゃるんでしょうかね。大変ご苦労様です。
小口の穏やかに見ると東和山海岸がずーっと広がっています。打ち寄せる波はとても小さく穏やかです。足元を見ると富士壺が西部劇のインディアンのテントのように見えてきます。普段は海の底に沈んでいるこの辺りを散策するのは子供時代に帰ったみたいでとても楽しいです。寄せる波の動きを海藻が見せてくれています。ゆったりとした時間はとても心地よいです。引き潮になった波打ち際と夕日の当たる夕映えの景色の中を少し散策してみます。夕日が波打ち際を照らしてくれています。夕方の5時になりました。しまなみのきれいな景色の中で世界で活躍する船を作っている皆さん、今日も一日お疲れ様でした。最後まで見ていただきありがとうございました。